した挙句国民全員に10万円くれることにようやくなったけど、それらのことを決めている国会議員さん、どれだけ保障された生活をしているの？歳費つまり給料を2割カットすると、いかにも自分たちも苦労しているかのような発表があったけど、2割というと約240万円カットです。実は歳費の他にも秘書の給料や事務所の家賃に交通費に活動費もあり、総額8000万円くらい税金でもらう中からたった240万円減らすだけ。安定保障されている国会議員さんには、暮らしに困っている人たちの痛みがわかるのか？この国の政治はこれでいいのか？愛を持って導いてください。この国の未来を憂いつつ、この国の未来を信じつつ。